こんにちは。こんにちは。今日は、はい、スローイングをしよう。スローイング、スローイングっていうのはキャッチボールの延長でできる、はい、でキャッチボールの時にスローイングをするのにどこを気をつけるんですか。まず手はどこ。左の前。お前はバカだ。正面で離せって。はい、じゃあこうやってバランスが崩れるとミスにつながるよって。はい、足はどうする。左足を前に出す。違う。クロスじゃないですか。違う。一番大事なのは体重を乗せるってこと。体重移動で、はい、左に投げる人は左に乗せてその移動で投げる。そこだけだ。はい、まあ例えばゴロ取った時にはちゃんとステップ打つ。はい、ただ一つ問題点は、肘が上がらない子っていう、上がらないまま前に出てくるといくら立っても肘は上がらない。だから体重を取ったら体重を乗せて上がるまで待って体重移動する。そういう風にできると大丈夫。意識としてはあんまり肩とかはしないってことですか。肩なんだ。全く意識しない。投げ方で困ってること結構多いと思う。どういう風にシュートしちゃうなとか肘低いなとかなって、もしもここばっか意識して、いやだからそれは体重がしっかり乗せられないから前に行っちゃうから上がらない。だから体重はこっちに乗せて上がる、乗せたら上がるから。そうするだろ。コメント見てる。別にビビってねえ。スローイングの体重移動ね。じゃあ最初慣れるまで、はい、ここで止まって。ほら遅い。開くのが。持ってグラブで持ってくんじゃないよ。正面で。そう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 。お前できてるつもりでいるでしょ。いや今の練習見たらできてないなと思いました。全然できてない。ちゃんと真ん中で割れる。ピッチャーだとこうやってここで割る。お前のここで取って手で持ってこうバランスを取ってるから、自然とバランスが取れるよな。キャッチボール一つでも一つの癖がついちゃうと難しいんだよ。取ったら正面持ってこい。正面とりあえず。あれなんか違和感しかないです。違和感でしょ。はい、お前が持ってるバランスが全然違うんだ。まだ遠くの方がまだいい。あれっす。はい、ほら、よくない。お前は取ってから入ろうとする。グラブ動かし、取ったところに入っていく。そうそうそう、そういう感じで。例えば、へその前で取るとこっちになっちゃう。わかる。だから左足の前行って正面に入る。だから左足の前。だからそれさえできればあとはこの体重移動で投げれるっていう。まあ、お前なんか小手先でやってるから、にわかでやってるから。ただ、さようなら。よっしゃ。